高橋荒野は、埼玉県区市出身のプロ野球選手。左投げ左だ。広島東洋カーアップ所属。中日ドラゴンズ投手の近藤蓮は親戚にあたる。小学校3年時より野球を始めると、区市立栗橋東中学校時代に区市に会え、所属。中学3年時の春に、関東大会へ出場した。花崎徳坂江高等学校への進学後は、 一年秋からのベンチ入りを経て、二年時から二年連続で夏の全国高等学校野球選手権本大会に出場。二年時の秋季埼玉県大会では3回戦で、総大本上高校打線から19奪三振。三年夏の選手権埼玉大会では決勝までの6試合で52奪三振を記録した。さらに、三年夏の選手権本大会終了後には、 第11回、ブファユーマイナス18アジア選手権大会の日本代表に選出。セミファイナルラウンドの対韓国代表戦に先発すると8回途中まで9個の三振を奪う行動でチームの決勝進出に貢献。高校日本代表でのチームメイトであった寺島茂る藤平昇進と並んで高校ビッグ3という評価を受け2016年の NPB ドラフト会議で広島東洋カープから二巡目で、指名。契約金6000万円、年俸600万円という条件で入団した。背番号は34。同性の高橋大輝、高橋美希屋が所属していたことから、スコアボードや報道では、高橋登るという表記が用いられている。2017年には、ウエスタンリーグ公式戦7試合に登板。2勝0敗。 防御率1.29という高成績を残した。一軍公式戦への登板機会はなかったが、二軍のリーグ優勝を経て臨んだ10月7日のファーム、日本選手権には、同期で入団した、高卒保守、坂倉翔吾とのバッテリーで先発。読売ジャイアンツ打線を相手に6回を2失点に、抑えたことで、二軍チーム史上初の日本一達成へ貢献すると、共に、 優秀選手賞を受賞した。2018年には、春季キャンプから一軍に帯同。チーム初の対外試合だった中日ドラゴンズとの練習試合に先発で高騰すると、オープン戦でも2試合の投板を無失点でしのいだ。オープン戦の途中から調整を兼ねて、ウエスタンリーグの公式戦に投板し、開幕投手を任された3月17日の対、中日戦から高騰を続け、 後に開幕した一軍公式戦でも、先発ローテーションに組み込まれた。4月4日の対東京ヤクルトスワローズ戦で、先発投手として一軍公式戦にデビュー。以降は、二軍での調整を挟みながら、日曜日の試合を中心に一軍で先発を任された。6月28日の対巨人戦では、6回2失点、7月三振という口頭で、一軍公式戦の初勝利を記録。 7月12日に、広崎市春夢球場で模様された、フレッシュオールスターゲームでは、ウエスタンリーグ選抜の一員として5回表の1インニングを三者凡退に、抑えた。一軍公式戦では6試合に登板。左肘に違和感を覚えながらも、1勝2敗、防御率9.43という成績を残した。2019年には、左肘のコンディションが上向かないまま、 春季キャンプを3軍で迎える。キャンプ期間中の2月15日に、左ヒーチのトミー・ジョン手術を受けた。実戦へ復帰するまでに1年を要することが見込まれる。ため、手術後は、リハビリに専念。レギュラーシーズン終了後の10月中旬から、ブルペンでの投球練習を再開した。2020年も、1軍は、未登板。2021年には、4月18日の対。 中日戦で2018年以来の一軍当板を果たし、4月24日の対巨人戦で5回1、3を6安打3失点に抑え、1031日ぶりの一軍勝利を挙げた。5月14日の対 DNA 戦で2勝目を挙げたが、5月22日に球団内で新型コロナウイルス集団感染が発生し、PCR 検査では陰性判定となったものの、 濃厚接触者と判定されたことが発表され、5月23日に感染拡大防止特例2021の対象選手として出場選手登録を抹消された。2021年8月27日、広島東洋カープ U 練習場で行われた、対中日ドラゴンズ2軍戦にて、高校時代の一学年後輩である、清水達也から、ライト方向への2ランホームランを放った。 ありがとうございます。